皆様ごきげんよう、ということで今日はあの連続2人とねコラボしてるんですけど、ブレイキングナウ、まず1人はお騒がせしたノッコン寺田、はい、もう1人はあのベスト KO 賞に選ばれたね、ユーラ君、はい、すごかったですね、若き天才、ちょっと楽しみだな、まあ、はい、今日2本連続でコラボしてるんですけど、まずノッコン寺田ですよ、うん、やりすぎたねちょっと今日対談なんですけど、ブレイキングダウン CEO のこれからね、はい、無期限停止処分を言い渡してみよう、おお、ドッキリで、ドッキリで信じますかね、まあ、結構批判殺到してると、はい、運営の方に視聴者の方から、うん、もう出すな、二度と出すなって話が結構来てるっていう、うん、それはすいません、です来てあんま来てないんですけどそういう手にさせてもらいました、はい、これ結構評判いいですよね、バレちゃうんで、はい、俺は全然良かったと思うんだけどっていうそのくらいいかないと多分信じないんで、そうですね、ちょっと無期限停止処分させてもらいます、はい、どういう反応するのか見ていこうかな、まあ、彼もね魂を売って6人の子供を育ててますから、そうですね、まあ、俺的には結構盛り上げてもらったので、うん、よかったかなと思ったけど、まあ、ちょっとねさすがに下品、下品な部分もあったら水かけたりとか、うん、ガムを なんか投げたりとか、そうですね、そういうのさすがに行き過ぎなんで、まあ、その辺ちょっと注意しようかな、説教です、はい、じゃあまた来たら回しましょう、ブレイキングダウンで一番一番人気を持っていった、そう、人気を持っていったノッコン寺田さんとコラボです、ありがとうございます、こんな短期間で2回目いけるとは社長、だけど、はい、非常に申し訳ないことをちょっと告げないと、何ですか、今無期限停止処分を考えてます、なんでだ、俺はなんでぶっちゃけ俺は何全然よくやってくれたと思ってます、あ、はい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 、その運営の立場では、はいはいはい、ただ運営にはいはいはいすごい殺到してるんですよ、はい、えーはい、何を出すなと、出すな、はい、なんでだ、結構反響ありすぎて、あ、逆に、はい、やりすぎて、逆にね、やりすぎたでしょ、やりすぎたんかな、日本の恥なんですよ、なちょっと待って、日本の恥、はい、これやっぱそんな目で言うたな、ブレイキングダウンとかもそうですし、まあ、俺の YouTube もそうなんですけど、はいはい、まあ、何がこの成功の要因かって言ったら、うん、やっぱ視聴者の意見を取り入れていくところなんですよ、なるほどね、はい、はいはいはい、それであまりにも声が大きすぎたんで、はい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 、すいません、あの向きで、なんでだすいません、ちょっとリグルちゃん、俺このスポンサーガッサ並べて出てんのに、今日で終わりです、首の話、今日これはまあ別に個人的に、はい、ツイッターとしても良かったんですけど、はい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 、そしたら多分ノッコンさんが多分ツイッターとかに書くでしょ、説明義務が出てくるんでこの場でちゃんと説明しようということで、いやでも今日動画撮ってます、じゃあだから肉じゃん、でもこの話で聞いて、はい、俺の動画見てくれた、韓国の人に、そうそうそう、ボコボコにしたやつ、ボコボコホテルに襲撃して、はい、ましたボコボコにしたやつと、はい、あと豚キムチ食べてる動画、はいはい、あ、それはまだ見てないです、あ、それもあるんですよ、ミクロさん言ってましたよね、初め、はい、日韓はじめ喧嘩して、はい、ボコボコに喧嘩し合うと、確かに言ってましたね、その後、なんて言いましたか、いやだから、うん、すみません、俺は良かったんですあ、そっか、はい、あ、そっか、俺はいいんですよ、そっか、はい、でも、視聴者の方々が、はい、もうすごい殺到してるんですよ、上に連絡が、そんなに来てるんですか、はい、で、ロッコンさん伏線回収できたと思ってるでしょ、自分の動画で、あ、もう電源入ってきたと思う、何万再生いったんですか、襲撃したやつは130ぐらいかな、はい、で豚キムチは今12時間ぐらい経って、はい、もう100万ぐらい、はい、オーディション600万再生されてるんですよ記者会見のやつ全部試合まで含めて、はいはい、もう2、3000万再生されてるんですよ、はいはいはい、200万再生ですよね、残りの2800万再生分は悪いイメージがついてる、はいはい、あ、なるほどね、それを回収せなあかんってことか、回収しきれてないんですよ、どうしよう、はい、だから無理に停止です、違う早くない、早くない、でもあれですよ、ミクルさん、はい、社長、いやもうミクルさんじゃない、社長です、はい、あのね、エイト、はい、言わせてもらいますよ、はい、あれ僕がおらんかったら結構おとなしい感じだったんちゃいます、あ、日韓やバーンとぶち上がってたけど、はい、あ、日韓こんなもんや、うん、ってなってたと思うんですよ、でも俺がいたことによって、はい、こういう上の人言っててください、 PPV どんだけ売れたんや、ノッコン寺田がやるとかやられるとこ見たい、うん、どんだけ売れたんや、うん、これが全てですよ、でも社長、はい、やりすぎた点があってまず水をかけたのと、はいはいはい、ガムをこう捨てたでしょ、あ、はい、
あれはね、ちょっとね、うん、倫理的にやりすぎちゃいましたよね、うん、日本人がもうやっぱりみんなそういうのやる人人種だと思われちゃうんで、うん、なるほど、わかりました。シャッター、いや、俺全然大丈夫。シャッター俺さっき最初から言ってるんです、俺は全然大丈夫で、社長やったら言うて、言うてくださいよ。弁護士運営の人じゃないです、目覚めた視聴者です、視聴者。でもまあ、それはでも社長があれなんじゃないですかね、社員の僕を、社員じゃないし、チャンネルサブメンバーの僕を、はい、うまいことこうやってくれたらええんちゃうかな。ちょっとあまりの声が多すぎたんで、はいはい、でまたこの、はい、なんていうかな、世論というか、はいはい、俺が抜けたことによってね、世の中のなんかもう、ノッコンさんに対するね、はい、印象が変わったらまた参戦はありえますけど、はいはいはい、今のままじゃダメです。でもこれ僕例えば出えへんってなるじゃないですか、はい、え、ブレイキングダウンノッコン出せへんのって絶対なりますよ、なると思いますよね、ぶっちゃけ。なんでだ。あんなに盛り上げたのに。ブレイキングダウンのいいところって、はい、あのオーディションやればやるほどスターがどんどん生まれてくる。次から次ちょっと待って、分かった、俺の代わりに豚キムチ召喚しようとしてるやん。全然仕事しよう、召喚しようとして、いやもうひな壇、ひな壇ですよ、豚キムチ、はい、いや、それで行こうとしてるから、俺組負けましたよ、あんなことやって負けましたよ。それでなんかニコニコ仲良くなって、メータシメータシとはならないでしょ。そうですよね、やっぱね、煽るのもリスクありますよ、あんな強いと思わんかった、あんな本物連れてくると思わんかった。でもなんか、これちょっと聞きたかったんですけど、はいはい、俺試合前のノッコンさんの顔見て、あ、もうなんか気が引けてるなと思いましたよ。どこら辺で、いやもうその向かい合う時、試合始まる前にもう顔が負けてました。マジで緊張してましたね。緊張ビビってました、ね、ビビってたっていうか、160キロぐらいあるって言ってたから、はい、俺初めてやったから、想像ができへんくて、はい、めっちゃ煽ってるから、この後の想像ができへんくて、うん、どうなんのかなって。いやもう全部顔に出てました、ね、マジで言ってる。俺もう、あ、じゃあそれ、じゃあそれみくるちゃんやから、はい、分かるんですよ多分、他の人分からないですよ。だからそれ言ったらもうバレ、みんな見るから、はい、見てほしい。これ聞いてみたら多分わかると思います。ちょっとね、気持ち負けてたんですよね。顔が負けてましたよ、ね、そんな負けてたの。だからか、いや、違います、電話鳴りやまないです。なんで電話鳴りやまない。そんなにそんなにエグいっすね、マジで。え、第二のヘズマみたいな。でも、そういう、その次元超えてます。その次元超えてる、はいはい、社会圏から、いや、オーディションの時は印象良かった、うんうん、ノッコン寺田がこの日本側にいるこの心強さみたいなコメントで溢れてて、多分それ見ましたよね。見ました見ました。で、多分いい気になってやりすぎちゃったでしょ。いい気になってもあるけど、もちろん。でもやっぱり日韓戦やから、もう俺がいかんとみたいなのがやっぱあったよ。俺が盛り上げなみたいな。でもあそこでさ、俺が例えばジェフン君にさ、よしってやってもさ、みくるちゃんちょっとあれやったんちゃう、ちょっとそこ、そこそんな感じだみたいな。握手したら、まあ、水はちょっとやりすぎだと思いますよ。ああ、なるほどね。もうちょっとなんかね、だからもうダメなんですか。まあダメというか、やっぱ視聴者の意見を取り入れるんであれば、やっぱあまりにも大きすぎるんで、声が、視聴者の声を無視してやり続けたら、やっぱ離れていってしまうんだよね、ファンの方たちが。でも俺、朝倉未来メンバーのサブキャラですよ。それはまあ別にブレイキングダウンに出ずと、はい、ああ、そういうことですか。違う企画もあるし。ああ、なるほどね。全然全然。この感じほんまやな。いや、ほんとですよ。この感じほんまやな。ほんま？ほんとです。ドッキリじゃなくて。ドッキリじゃない、ドッキリじゃない。ドッキリじゃないです。笑いとかじゃなくて。笑いとかじゃなくて。ツッツルってなんか佐々木君が持ってこうへんやつ。そういうのないですよ。あそこにいるしもう。ほんまや、うん。え、どうしよう。ほんならもう。喧嘩バトルロイヤルに行ってください。なんでやねん。なんでやねん、なんでやねん、成り上がりか、喧嘩を受けるみんなブレイキングダウン落ちたらみんなそっち行くけど、はい、悲しいな、俺よりもマネージャーが一番多分悲しい顔してると思うけどな。しょうがないですね、今回ばっかりは、まあ、人間みんな失敗ありますけど、うん、僕もね、幾度の炎上はしていきましたけど、うん、どういう立ち回りするかでまだ変わるんじゃないですか、うん、まあとりあえず次回はまずなし、なしですないですそれで呼び出した。それ説明義務があるし、でなんかそのあんまり動画にしないとすごい冷たすぎる対応になってしまう。あ、なるほどね。そこまでの感じではないけど、はいはいはい、まあ、僕社長としては全然、まあ、あまりにも声が多かったんで、反映させなければということで、視聴者の皆さん、
いいんですかね、僕が出なくて悲しむんちゃうかな、俺が出えへんかったら。一旦様子見ましょうよ、ないんで。なんで、ないんで。一旦置くってこと。一旦もちろん置きます。あ、そうか。でこれでもうどうしてもって言うんだったら、うん、まあ、復活もあるし。あ、なるほどね。まあ、行いじゃないですか、ここからの日本の国のイメージを悪くしちゃってるのがあるから、日本という国のイメージをどんどんアップする行いをしまくるしかないですよ。なるほど。例えばじゃあどんなんですか。まあ、韓国に行ってボランティア活動するんですよ。いや、俺韓国はでも行こうとしてるから。あ、そうですか。そう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 。じゃあ1年間まず韓国に住んで。1年間なんで1年間ボランティアしましょう。1年間ボランティア、はい、ブレイキングダウン30ぐらいになってるよ。俺呼ばれるんじゃん。まあまあまあ大丈夫です。もう引退してるやん、みんな。おらんやん。大丈夫、顔ぶれ変わってるやん。顔ぶれは全然変わってますね。変わってますよね。俺とも言いますよ、1年後さすがに。はい、1年後、はい、30ぐらいですよ。ブレイキングダウン30ですよ。そんなに行かないです。行かないです。ただブレイキングダウン15ぐらいじゃないですか。14か15。めちゃくちゃ先やん、うん、まあでもね、あの結構ねぶっこんだから、うん、反響はね、でもやっぱりねあると思ってましたよ。良しも悪しも。そこまでなんかすぐ仲良しになるのもあんま好きじゃなくて、その後すぐにノーサイド的な、うん、はい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 、すぎるのも、うん、なんか茶番だったなってなるんですよ。全部その演技だったんですか、うんうん、そうするとじゃあ例えば、うん、ノッコンさんが次の何位でまた暴れてます、うん、でも試合終わったら仲良くなるでしょうみたいな。ああなるほどね。そうそう。え、でも喧嘩したらさ仲良くなれへん。だって吉田君とさ、みくんじゃ喧嘩したらさ、まあ、すぐ仲良くなるやん男って。まあそうなんですけど、だからそのノッコンさん自身がやっぱ、うん、ペーパービューこれで売れたでしょとか、うん、盛り上げるために仕方なかったんだよみたいなこと言ってると、もう茶番感がどんどん増えるんですよ。実際どうだったんですか。本当にムカついてなかったジェフ、はい、一番初めにあのあれ出てきたやんか、あの煽り V みたいな、はいはいはい、オーディションの時。そうそうそう、あれで俺にふっかけてきてたから、うん、こうやり返しちゃった、うん、あ、実際なんかそのオーディション来た時はみんなムカついてましたよね、本当に。それはもうもちろんムカついてたよ、うん、あっちも本気で来てましたもんね。やっぱ言葉通じへんから、うんうん、こうなんか外敵が来た感はめちゃくちゃあった。あった、そうそうそう。韓国勢の方も盛り上げるためにしてたのか、うん、わかんないですけど、なんか俺的にその受けたイメージは、うん、隠したどものために出てきたみたいな。なんか実績が勝ってるんですけど、あっちの方が下に見てる、うんうんうん、それに対してブレイキングダウンの平野、うん、のチームが本気で切れるみたいな構図ではあったから、うんうんうん、あ、確かにそれはあったね、確かに、うん、まあ、だからその全部がこう茶番だったわけじゃないってことですよ。茶番だと思われてるのかな。いや、もうそのノッコンさんの一つ一つの言葉がやっぱ本当にすいませんでしたじゃなくて、盛り上げるためにやったんだよみたいな、その言い訳みたいな言葉がさっき次々出てくるじゃないですか。まあ盛り上げるためにっていうか、ガム捨てたり水ぶっかけたり、結局は演出でやったってことですよね。演出っていうか、殴ってもよかったって、はい、怪我するやんか試合前に。試合なくなったりしたらあかんから、だからあっちに切り替えてたっけ。まあまあ切り替えてるのはあるんですけど、だから本心でやってるのか、うん、演出で盛り上げるのでやってるのかって話ですよ。ああ、あの水の1回目はほんまにやって、2回目は演出かな。1回目はじゃあ本心で、ね、1回目ほんまにこいつ舐めたのかぶっかけたのかやったけど。ノッコンさんって今おいくつでしたっけ。38。俺が人間性ってことだと思ったの。それでもやっぱブレイキングダウン出てるってことは、俺ブレイキングダウンしに行ってるから。演出なんですか。演出じゃない、演出じゃない。ガチやけどスイッチ入れてるってことだから、まあそれはこういう声多くなるよなっていう人間性ですよね、水かけるのって。まあまあまあ、それはそうかもしれん、うん、そういう部分がもう出すなっていう意味というか、うん、その人間性です、うん、はい、ティッシュ持ってくれ。ティッシュどうしたんですか。涙が、涙が出てないですけど、ね、出てないですよ。出てない。なん出て人生変わりました。変わりましたよ。え、まだ〇〇ですか。え、まだちょっと夜勤で声かけられることないですか。え、仕事してて、はい、いや、たまにあるまあ、いろいろ連動して社長がそうやって言う判断したんで、まあ、俺分からんでもないから、まあ、そうなる結果っていうのは、いつも俺的にはブレイクダウンの8、7、8おもろかったから、うん、ありがとうございました。いや短い間でした。いや、ここは終わらんから。いやブレイキングの社長として今言ってる。ああ、朝倉未来としてじゃないですか、はい、何回かちょっと絡ませてください。インタビューはあったんですか。いや、ダメです。なんでダメやん。でも未来さん、俺ね
ブレイキングダウン効果もあって、はい、サンマ御殿なんですよ。マジっすか。俺も出たことない。えぇ、ー、俺出たことないっすよ。ないっすか。さんまさんにやってみたいな。でもブレイキングダウンメンバーでさんま御殿とか出てるやついてんのかな。あ、朝倉会ぐらいか。え、出てた。出てないんちゃうかな。こんな逸材捨ててええんかな。テレビ受け。そうっすね。でもさ、おもろくない。なんかブレイキングダウンほどさ、なんかこう、うん、コンプラ意識してない団体がさ、出入り禁止になったのにさ、さんま御殿出れるの。確かに。そんなやつおらんで。さんま御殿ですよ。え、多分まだ収録してないですよね。しました。もうしました。しました。あー、多分その回放送なくなるもん。いやいや、もう予告とかもうやったから、もうやります。やばいっすか。もう俺映画とかも出るから。ブレイキングダウン。じゃあブレイキングダウンは素晴らしい団体ですね。うん、いや素晴らしい団体ですよ。はい、ノッコさん十分知名度をゲットして、なんなら出なくてもいいぐらいな感じになってますね。じゃあそこまで行ってんなら。あ、もう行ってもうたから。うん、あとなんかその結構1分最強説が、うんうんうん、今回の負けによってそのやっぱ幻想がちょっと消えちゃったじゃないですか。うん、はいはいはい、立ち位置的にも。うん、はい、みくるちゃんでも、はい、これ言い訳じゃないんだけど、はい、ちょっとな、延長があってやった時に、はい、俺1分やったらほんま最強やと思う。あれですか、バン中村さんみたいにちょっと考えちゃったんですか。戦い方は変えてないけど、はい、ブレイキングダウンって1分でいかなあかんやん。いかなあかん、戦いせなあかんけど、延長が韓国戦であれ2ラウンドあったじゃないですか。って考えた時に、こう殴り合いしてる時に、ああそれね。そうだから俺、あれしかも今回ダウンで倒さなダウンできへんかった、うん、スタンディングダウンがなかったから、このままいったらいけるけど、でも延長の可能性があると俺思ってた。初め20秒ぐらい俺良かったか、うん、確かに。でもあ、このままこの流れでいったらこいつ倒れへんなと思った。ほんなら2ラウンド目3ラウンド目あると思った時にちょっと緩めてもうて、うん、その時にガガガって来られると思うて。これ難しい問題なんだよな。だから延長になると戦い方がそっちになってまうというか。そうなると皆さんとの試合もだって最後マスターハッカーの分かるけど、最後もいかなかったんですか。だからってことは、だから1ラウンド目でも1ラウンドしかなくてもあの戦い方をしたんで、あの戦いを不良同士がして、でなんか白黒はっきり全くつかない感じに、うんうん、視聴者の得するのかっていうのがあって。あ、なるほどね。だからそれで延長を設けてるんですけど、延長俺いらんと思うけどな。まあ、だってもう俺が例えばプロとやるやんか、例えば1分3ラウンドって設けられたら、バンバン前でも勝たれへん、まあ、素人の俺からしたら。そうなんですよね。そこちょっと1分やったらいけるやんってなるけど、正面、うん、キム・ジェフンとかもあれプロやから、戦い方とか俺分かってると思う。もう1分1ラウンドで出し切り、ドローだったらもう両者負けにしようかな。あ、それいいと思う。どうすか。それいいと思う。だってバンさんだってやっぱ3本あったから格闘技やりますって言ってたわけだから、うん、次回大会か、うん、天狗で一回やってみようかな。僕今ちょっと考えたのは、行こう、なんか俺用意できてる。明確に手数をもうポイントを画面に同時で入れていこうかな。ああ、いいと思う、いいと思う。青と赤、あと分数も出てるじゃないですか、うんうんうん、ヒット数、うん、測る人だけを入れて、うんうん、例えば58発対、うん、まあ、30発だったら、うんうんうん、もう明確に勝敗が分かる。本当のドローだったら両者負けるみたいな、うんうん、確かに1分1ラウンドっていうのが本当のねコンセプトなんでね。そう、まあでもノッコさんもう関係ないっすけど。ちょっとみくるちゃんみくるちゃんだよ。何そこまでやるのは良くないっす。めちゃめちゃいいですよ。そしてマジで超絶イケメン外人みたいなやつ。イケメンやん。確かに痩せたらめっちゃイケメンですよね。痩せたらイケメン。まあちょっと考えといてよ。でもそれ歴史を振り返るとやっぱ最初そのせいで延長が増えたっていうのがあるんで、うん、だから両者負けっていうのは面白いんですね。勝敗つかなかったら、そうね、明らかな明確な勝敗のつかなかった場合は両者負けっていう、うんうん、それはちょっとおもろいかもしれない。バチバチみたいになったらやっぱ1分だけど、やっぱり、うん、まあそうなんですけどね。そう、まあちょっとね、いろいろまあ、新競技に近いんだよね、ブレイキングダウンって、うんうん、まあ、いろいろこう試行錯誤しながらね、うんうんうん、だんだんこう成長していけたら。じゃあ次も頑張ろうか。頑張りますか、次も。何出てくれるんですか。呼んでくれるんすか。もちろんもちろん。なっ、みぐるちゃん、みぐるちゃん、みぐるちゃん、なに、もう、怖いな、もう。なんやねん、もう。こいつ、どんだけ冷たいんだよ、思ったわ。
ラジオびっくりするわ。ありがとうございました。え、終わり。本当に涙目になってる。ちょっと待って、俺ほんまに首かと思ったもんだって。本当だ、涙目に。吉田君もめっちゃ冷たい目でずっとカメラ撮ってるし。いやいやいや、まあ、でもちょっと反省してくださいね、さすがにやりすぎたところ。わかりました、はい、ノッコンさんは必要っすよ。ふふふ、温か。朝倉未来メンバーってこんな温かい。可愛い。確かに可愛いっすね。こんな温かかったよね、朝倉未来メンバーって。いや、温かくはないっす、多分。温かくはない、はい、じゃあ、ありがとうございました。社長、頑張りです。